おっすおめえたち、今日はさすがに日経平均株価も上昇すっかと思ったけど、また下落しちまったな。いろいろな AI を使った株価予想をチェックしているんだけどよ、ほとんどの AI で予想が大外れしてたぞ。おめえたちも AI なんかに惑わされずに、おめえたち自身の考え方でしっかりと投資していけよ。おめえたちや、おめえたちの父ちゃんや母ちゃんが汗水垂らして稼いだ金だ。AI なんかに任せて絶対投資なんかすんじゃねえぞ。ぶっ殺すぞ。さて、じゃあ、なかなか投資で儲からねえおめえたちのために、今日も俺がとっておきの情報を、おめえたちにお届けすっぞ。耳かっぽじってよく聞いていけよ。んじゃ、始めっぞ。今日の東京株式市場で、日経平均株価は、8日連続で落ちちまったぞ。前日比で293円25銭安の27,528 円87銭で終えたな。終わり値ベースで8月23日以来、1か月半ぶりの安値となっちまったぞ。8日続落は、2009年7月に9日、続落して以来、約12年3か月ぶりらしいぞ。すんげえ久しぶりの下落だな。この日経平均株価の下落に向かう戦闘力は、俺の想像をはるかに超えてんだ。おめえたちみたいな素人投資家は、気合で吹っ飛びそうなクレイツエーパワーだからよ。絶対今ハヘタにおしめだと思って投資すんじゃねえぞ。絶対ターメ見るからな。正直なところ、俺だってめっちゃ負けてんだ。10年に一度の続落が今来てるなんて誰も想像できねえだろ。でもな、俺はおめえたちと違って、しっかり損切りできてっからよ。数百万の負けで済んでるってわけだ。今日は、取引時間中に米国長期金利が一段と上昇して、成長株を中心に売りが優勢になっちまったから、めちゃめちゃ下がったな。昨日の米国株高のおかげで朝一からは、買いが強かったんだけどな、あっという間に下げていった印象だぞ。原油高による日本企業のコスト負担増への懸念も重荷となったみてえだ。米国金利の上昇で、米国株価指数先物が、時間外取引で微妙に、推移したことも投資家心理を、冷やしたってわけだ。後場より直後に葉先物、売りが引っ張っていく形で、日経平均株価は下げ幅を、拡大して、一時的に500円を超えたぞ。この時は、さすがに俺もしっかりと株を、仕込んだわけだ。まあ、大引けまでに葉しっかり利益確定したけどな。今日は、相場下落で変動率に、応じて持ち高を調整するリスクパリティ戦略を、取るファンドの売りが観測されたらしいぞ。ここまでむちゃくちゃ調子が良かった海運株の、下落で個人心理が悪化して、損失覚悟の売りにつながっているらしいぞ。午後に発行業績が期待できる銘柄に、買いが入って、日経平均株価は、なんとか下げ渋ったわけだ。ってわけで、今も米国株が下がってるようだが、今の相場は、ポジションを持って次の日を、迎えるようなやわな戦い方じゃ勝てねえ。その日その日に、一番良さそうなところで勝負を、仕掛けて、外したら損切り、当たれば利益確定、俺の大好きなギャンブル相場だ。おめえたちもこのギャンブル相場で戦うのはいいけどよ。絶対自分の余裕のある金で、投資しろよ。借金じゃなくて、自分で汗水垂らして稼いだ金でって意味だぞ。金がなくなったらまた稼げばいいけどよ。おめえたちが死んだら終わりだからよ。絶対素人は信用取引とか、死に金で投資に手を出すんじゃねえぞ。そんなことしたらオラがぶっ殺すぞ。んじゃ、最後になるけどよ。この下落がどこまで続くのかは誰にもわからねえ。誰もが底値で買いたいと思うけどよ。ほとんどののやつが底値で買えねえのが、現実なんだぞ。だから、おめえたちは、少し反発して回復し始めてから投資を、再開していけばいいんだ。株は逃げねえから、落ち着いて投資しろ。今、俺みたいに無駄に資産を、減らすんじゃねえぞ。イージーカム、イージーゴーだぞ。んじゃ、明日も絶対見てくれよな。いいかお前ら、株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。